こんばんは、アロ78です。というわけで深夜のアクアリウム雑談ナンバー12いきたいと思います。よろしくお願いします。今日は4月17日の12時回って20分経ったところですね。で、4月16日なんですけど、ちょっと自分用事があって埼玉の方まで行ってきたんですよ。それでね、まあ魚目的じゃなかったんですけど、出かけるときに家族にお前絶対魚買ってくんなよ、もう魚買うなよって言われて、こんなん買うわけないじゃん、分かってるって、買わないからショップ行っても見てくるだけだからっていうね話をしたんですけど、でそれでとりあえず埼玉の方まで行ってきて用事が済んだんですよ。で、そしたら、まあ、本当自分はあんま埼玉とか行かないんですけど、そしたらそこ着いたら、あれここの地名って絶対熱帯魚ショップあるなと思って、あそこの熱帯魚ショップ電話したら、あそこからだったら車でもう本当15分ぐらいで来れますねみたいな話だったら、あじゃあ行こうかなと思ってショップ行ったんですよ。そしたら案の定お魚を買ってしまいました。いや本当ね、買うつもりとかなかったんですけど、でもそこのショップやっぱ行ってよかったっすね。いろんなものを見れたし、通販で昔買ったことあったかな多分そこで。というわけでちょっと何買ったかちょっとざっと、紹介しちゃいたいと思います。まず見えるかな、あ見えないな、まあ、またねちょっと後日動画では出したいと思うんですけど、これあこのフォルムでもう分かっちゃった方いますかね。じゃあ問題です。はい、これね本当にお掃除係って言われてます。すごい安く買いました。さあ問題です。第1問、これは何でしょう。これ分かった人結構もうすごい、うん、分かまあすごい、うん、分かるかな。お掃除係としてよく、使われてます。まあきっとこのチャンネル見てる人なら分かっちゃいますよね。はい、第2匹、あ2匹目、これちょっとね特殊個体なんですけど、あいたら欲しいなと思ってて前々からすんごい昔に飼ったことあるんですけど、今その価値が結構上がっちゃってるみたいで値段もちょっとだけ高くなったんですけど、これです。わかるかな、あ映んないか、ほお今のわかるかな。さあこのフォルムなんでしょう。あさあまたねおいおいと、90センチ水槽の方に入れようと思うんですけど、またね紹介できたらいいなと思ってます。今ね、取りためた動画、あ、これだったらわかるか。わかりますね。これも多分もう、おなじみの人、これもほんと可愛い系ですね。ほんと可愛いなと思ってつい買っちゃいました。はい。これは2匹目でした。そして、3匹目なんですけど、これもね、マジで可愛いなと思って。はい。なんでしょう。ブラックではないんです。すいません。はい。というわけで。はい、というわけで3匹ね購入してみました。でまあそうですね、またおいおいと説明すると思うんですけど、今アルビノシルバーマーのを飼ってて、その1匹をねいずれ大きくなったらこのメイン水槽に入れる予定なんですけど、でここの化石飲料が結構性格きつくて、もしかしてると攻撃をそのアルビノシルバーマーにガンガン攻撃したら多分相当傷ついちゃうと思うんで、なんだろう、サンドバッグじゃないや、言い方悪いですけど、サンドバッグを一つじゃなくて二つにしてあげるみたいな、ちょ言い方すごい悪くて申し訳ないんですけど、他にちょっと例えが見つからなかったです。なので他にもねもっといっぱい婚営業を増やして、まあちょっとなんだろう、調和させたいなと思ってシルバーアロアのを買ってみました。はい、他にもまだこれブリード取ったんですけど、またワイルドとかのシルバーアロアも買いたいなと思っています。あとねブラックアロアもちょっと本当に買わないとまずいっすね。そうそう買わないと。はい、でそうそう今回それでね、なんかちょっとこんなものを買ってみました。90センチ水槽、まあ6箇所で買ってもいいかなと思ったんですけど、1800水槽の下空いてるんで、この隔離ケースっていうのをちょっと買ってみたんですけど、この隔離ケースでちょっと90センチ水槽買えないかなと思って、自分やったことなかったんですけど、いつもセパレーターしか、結構お店に隔離ケースでストックされてる個体とか見たんですけど、あ意外といいなと思って、ちょ隔離ケースでちょっと90センチでちょっとやってみようかなと思って、これから水合わせですね。大変です。はい、頑張ります。ちなみにその今日買ってきた3匹の動画をもしね編集してアップするとしたら来週できるかな、ちょっと頑張りたいと思います。今週中には、4月中にはまあ絶対に今リアルタイムに追いつきたいなと思ってて、その1、2、3月全然自分動画投稿してなかったんで、その時にも撮りためた動画があって、その例えば前回やったダトニを買いましたっていうのと、フォーバーダトニも買っちゃってたんですけど、
そのホーバー畳の動画も編集して早くアップしなきゃいけないし、3月中のシルバーウラの畳の成長記録もアップしなきゃいけなくて、4月のね、今17日なんですけど、そのリアルタイムにまだ追いついてないということで、早めに早めにちょっと頑張って編集してアップしたいと考えています。頑張ります。ちょっと今からそれでせっかくなんで、何がせっかくかちょっと分かんなかったんですけど、今自分でも錦鯉をね与えたいと思います。餌ですね。今日一日本当車運転したんで、魚にちょっと餌やってなかったんで、で、そう、先日キビナゴ 300g あげて、水そんなに濁んなかったんですけど、水槽の周りに白い苔っていうか白い藻っていうか結構いっぱい入ってきちゃってて、今磨かなきゃなと思ってます。でここから季節的にもね、日差しが強くなるんで、藻が生えやすくなってくると思うんで、藻との戦い、藻なのか苔なのかどっちが正しい言い方なのかちょっと分かんないんですけど、いまだにちょっと藻と苔の違いがよくあんまり多分、ちょっと分かんないですね。もし分かる方いたら、藻と苔の違い、このアクアリウムでいうこの白いもやもやしたのとか緑のやつで何だろう、藻か苔かちょっとね、もし分かる方いたら教えてください。よろしくお願いします。じゃあとりあえず餌の金魚じゃない、小芋ですね。小芋与えていきます。よし、今の食い方は良かった。はい、という感じでね、どうしようかな、磨くのが先かキビナゴを与えるのが先かって今悩んでるところですね。キビナゴを与えちゃうと大量に与えるんで、大きな水替えもちょっとしたくないんですよね。なもんで、とりあえずでもまあでも明日か、ちょっと近いうちに磨いた方がいいですね、水槽は。そういうことにします。で、餌はちょっとにします、その間は。はい、なんかちょっとポリプたちが暴れ始めましたね。俺たちにも食わせろって。もうちょっと与えてみますか。おかわり、おかわり。はい、というわけで2匹追加したいと思います。ガタミョン食べてほしいんだよね、ちっちゃい子にね。出るかな。あー、大きい子になっちゃった。大きいやつが食べちゃった。お、あ、今映った、取れてた。というわけで無事に捕食完了ということでね。あ、尻尾から食っちゃったな。あ、でもなんか太ってきた気するな、ダトニオも。動画始めた時に比べれば、まあ、ポリプたちはね、餌食いたそうにしてるんですけど、まあ、冷凍のものを食べさせたいと思います、ポリプには。で、ダトニオはね、もう本当はエリ好みするからさ、ちっちゃい方が、まあ、生き餌の恋ということでしばらくやっていきたいと思います。それでは4月17日のアクアリウムツタツナでした。ご視聴ありがとうございました。